はい、こんばんは。はい、音声は聞こえておりますでしょうか。あ、ヤナさんこんばんは。ちらっということで、タマさんこんばんもいです。こんばんは。はい、さて、あ、もういねんかい。ダメよ、言っちゃう。ってことでね、はい、今日すいません、ちょっと予告遅くなっちゃいましてね、ちょっとどうしようかな。別にまあもう他の先生方触れてるから触れなくてもいいんだけどなと思いながらね。うん、あ、はい、ヒッピーさんこんばんは。うっす、うっす、あ、はい、うっす、うっす。どうもこんばんはです。はい。お腹すいたが100たーってね。強くなりましたか。ね、やっぱりね、月曜日嫌いなんですね。行くと楽しくてしょうがないのにね。はい、プチャさんコンティニュー、今夜ありがとうございます。こんばんはです。はい、ラーメン食べたい。ラーメンね、昨日ちゃんぽんうまかったかな。また食ってんかいってね。にじるさんコンティニュー、今夜ありがとうございます。こんばんは。あ、レイラさんこんばんは。あ、銭湯から帰ってきたんだってね。銭湯ってあれですよね、こう船漕ぐ人ですよね。あ、違いますかね。はい、ねー、トキさんにお使い頼む。アキさん、トトロ放送局さん、初見ということでこんばんは。はい、あ、ラーメンさっき食べてこられたんですね。はい、コンティニューコインありがとうございます。そんなもん食べません。あ、今夜は担々麺ということでね。あー、いいですね。はい、チャチャさんこんばんは。もいでーす。はい、そうですね。でね、本日のテーマなんですけれども、ちょっとね、すごい悩んでてどうしようかなって言って、このね、優柔不断な私がね、ちょっと悩んで、まあもともと優柔不断なんですけど、ちょっと悩んでました。あ、Pさんこんばんは。はい、ね、ね、初見さんいらっしゃいませということでね。はい、ラーメン食べたかったけど肉じゃが、あ、肉じゃが美味しいっすよね。もうね、もう煮込み料理大好き、ね。ラーメン普通盛りにご飯食べて、スープ小盛りのご飯食べて、フィニッシュ。おう、やっぱあれですね、私の半分ぐらいですね。パスタをカップ麺の余った汁にぶち込んでいただきました。あーね、なかなか美味しそうですね。はい、ということでね、はい、何でしたっけ。あ、そうそうそうね、まあ、専門家のね、現場の専門家の意見をね、もっと信用してほしいなっていうのね、今日ちょっと、いろいろタイムライン見ててね、まあ、今ちょっとね、書き込みいただきましたけどね、まあ、ね、私、百田直樹さんって非常にね、まあ、正直言っちゃうと好きな方なんですね。非常にあの方の書かれてる、まあ、作品とかありますよね。もう本当大好きなんですよ、あの方の書かれてる本当に作品はね、もう全部大好きで、ね、やっぱりね、基本的に本ってやっぱり一度見ると大体、まあ、次って2回目読まないじゃないですか。でもね、2回目読める本ってそんなないんですよ、私の中で。いらないですよ、1回読んじゃうと大体ね、もう入ってっちゃうんで、そんなにはね、なんですけど、やっぱりね、結構いい本書いてらっしゃる方なんですよ。ね、あ、みことさんこんばんは。寒いんご雪降るかしらね、もいです。こんばんは。まあね、確かにね、けどとんでも開業医はいるよね。まあね、開業の先生もね、どうしてもこのね、なんていうのかな、まあ、勉強しなくてもやれちゃいますからね。ただ、勉強しないことで迷惑かかるのはね、患者なんですよね。だからその辺をね、もうちょっとご理解していただいてね、やはりね、年齢はもう関係ないですから、医療という仕事をやっている以上ね、やはりその一生学び続けなければいけない。要するに、ね、常に新しい情報にね、頭であるとかそういったものをね、更新していかなきゃいけないっていうのはね、もうこれはね、医療職であればもう当然です。医者だけじゃなくて、看護師であろうと、技師であろうと、もう
全てです。もう全てがその常に頭の中の知識というものを更新していかないと成り立たないのが医療職という仕事であって、まあ、その医療職の他にその研究職であるとかね、医療に関係する、まあ、そういった仕事ってこれ全てそうです。なんていうのかな、まあ、はっきり言ってね、教科書に書かれていることは10年前のことだから、ね、教わったことはまあ基本ではあるんですね。基本ではあるけれど もうそこから相当進んでいくわけですね、実際の現場での知識というのがね。だからそういうことをね考えていくと、やはりちょっとね勉強しないのはどうかなと私は思います。特に看護師さんなんかはそうだと思うんですよね。もう常に進化していくというのもですよね。うん、アトキさんの憧れは、あれですね、林先生ですね。面白いです、すごく教材がね、林先生の救急のね、ちょっとねコメディっぽくてね、非常に面白い教材がありましてね、医療従事者向けにね、面白いありますよ。ということで予想は雪ですね。はい、でまあね、あ、都内はみぞれなんですね。雪が降れば中継されます。まあね、そうですね。大きな病院だと安心って患者さんの気持ちが最近わかるようになりました。笑えない。まあね。開業医の当たり外れは専門医であるか否か検索して調べます。まあね。はい。みせみさんみたいな人に物事はっきり言う人っていいよね。そうですね。タイムラインで専門医持ってない皮膚科医が金金って叫んでる。まあね、まずはね、あれですよね、専門医のライセンス取ってから物言えって話ですね。まあちょっとね、こういうこと言われるとね、こういうこと言うとさ、ちょっと刺されるけど、でもさ、まあいいや。まあそういう感じです。今日ね、やはりちょっとタイムラインで私ちょっとね、そうだよ、町の医者ってね、なんであんなに信頼度高いんだろうね。それはやはり地域に根付いた医療をきっちりされている先生であれば、当然地域からのね信頼は厚くなると思います。やはりね、その地域の医療っていうのは非常に重要で、その地域の医療に対応しようとすると、まあ、医者はやはりね、ものすごく勉強しなきゃいけないですし、本来の姿なんですよね、それがね。一番ね、怪しいのが心療内科と性病科。まあな、それはあるんだよな。本当に合う合わないがありますからね。その辺はね、患者側はね、ライセンスないと不安だから。まあね。はい。先日娘の受診で、耳鼻科を探しましたが、口コミ見て受診した先生が本当に良かったね。まあね、医療の口コミサイトもね、まあね、比較的郊外であればね、あれ頼りになるんですよね。ただあまり都心の病院は頼りにならないかな、口コミサイト。というのはあります。まあ場所にもよるんですけどね、かなりねあるとは思います。はい。なかなかねこうね、勉強っていうか、なんていうのかな、こう勉強っていうか新しい知識をねこう常にこう更新していくってことは非常に重要なんですよね。あ、七瀬先生ね、もしかするとこういらっしゃるかもしれないですよ。まあ最近ちょっとね、コメントはいただけないですけどね。はい。で、まあ今日ちょっとね、私が目にしたのがですね、まあその、百田直樹先生の、まあ、ツイート。まあもともとね、普段からもうかなり過激なツイートをされる方なので、まあその辺はご愛嬌というのが私の正直なところです。で、なんていうのかな、ね、10年近く前に医療の口コミサイトを立ち上げた病院から、苦情来て泣く泣くプロジェクト消えました。やはりね、七瀬先生はトキちゃんと寝てないって。薬が欲しいときはあっちの診療所、点滴して欲しければクリニック。
あんまりいい使い方じゃないかな。うん、ね、うん。今までかかりつけ医さんは、ひぎわのわかる先生で変異してしまったので、あ、本当に良かったです。あ、そうなのね。立ち分かれ、稲葉の山、峰に、生えふる、松とし、木かば、今か、へりこむ、七地、お、あーって、あら、うん、そうなんだ。なるほどね。まあ、ね、うん、そう。天先生、こんばんは、ラスカルホーってことで。こんばんは、うん。あ、そうそう、あのね、ラスカルはですね、今ですね、ちょっとですね、綿増量中でございます。うん、ちょっとね、少しね、ちょっとこう、お尻のところが少し破けたので、まあ、この機会だからちょっとラスカル綿増強しようと思いましてね、ちょっと綿を詰めたりとか、まあちょっと、ね、お顔の形をちょっとこうちゃんと綺麗にしたりとかね、今してますよ。はい。ね、字じゃないですけどね。はい。はい。岩さん、こんばんは。ラスカル4ってね。はい。字じゃないです。字じゃないですね。うん。あ、ラスカル可愛いですか。ありがとうございます。はい。あ、コンティニコインありがとうございます。ね。ということですね。猫が帰ってくるおまじないね。ですね。はい、ラスカル4ということで、ね、ありがとうございます。はい、まだちょっと3分ぐらい早いですかね。ね、はい、うん。で、なんかね、ちょっとやっぱりね、まあ、ちょっと繰り返しになりますけど、百田直樹先生っていう小説家の先生がいらっしゃるんです。私はね、すごく好きなんです。うん、やっぱりフォルテナの瞳とかね、それから永遠のゼロであるとか、ね、まあ、かなりヒット作をね、書いてらっしゃいます。ヒャクター。私は小説は好きなんですよ。ただ、正直言って言論書はあまり好きじゃない。うん、なんでかっていうと、百田直樹さんのね、言ってることっていうのは、もう 100% 間違えてないんですわ。言論書に関しては。そりゃそうですよ。あれだけ頭いい方で、あれだけ緻密に調べられて、あれだけものを書いてるんですから。まあ確かにね、一時その日本国旗を書かれた時に、ウィキペディアとかね、まあいろんな話をされましたけど、ウィキペディアは同じじゃなくて、そりゃベースが一緒なんだから、ね、うん、ね、あ、そうなんだ。七瀬先生からフォローされたんだ。あ、じゃあ元気ですね。よかったよかった。はい。あ、IT さん、コンティニューコインありがとうございます。こんばんは。はい。あ、ね、師匠からまだ学ぶことがね、ありますね。うん。そう、専門外のね、啓蒙コメントで、医療を、そう、そうなんだよ。疲弊させないでくれっていうのがね、百田さんなんですよ。で、いや、あの方ね、本当にね、本当にすごい博識な方なんですよ。うん、それはもう本を普通の小説読んでても思いますし、言論書を読んでても、あ、この人はすごい調べてるなっていうのは分かるんです。うん、絶対そのなんていうのかな、まあその私その経済学とかすごくやはりね、最初の大学で徹底的にやってきたので、まあ、相当ね、その経済学とか国際関係論とか、まあ、詳しいんですけれども、やはりあ、それなりに勉強してる、すごいなっていうふうに正直言って尊敬なんですよ。ただねただね、うん、ちょっと今日その、まあ、私のある先生がね、ちょっと引用ツイートしてるのを見てて、ちょっと見つけちゃったんですけど、それはねえよってことをちょっと言ってたんで、ものすごく影響力ある方じゃないですか。だから余計にね、ちょっとね、うん、そう、ある先生ね、まあそうね、医者の引き際ってすごい大事よ。風邪で PL を出す、医者がね、令和にまだいますよ。PL な、PL はね、おまじない。
オノンはおとぎ話、まあどどみだけどね。ただオノンもね、うまく使うといい薬ではあるんですね。ただPL とかオノンって適用範囲が広すぎるよね。っていうか、そもそも添付文書がおかしいという私はそう思う。あの辺りの薬はね、フロモックスね、まあ、フロモックスは本当小児の医者は大好きですね。さすがに今ちょっとね、抗生物質の、まあ、抗菌剤のね、使用控えろって言っても、まあフロモックス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 も他にないのかいっていうのを言いますけどね。4時期以来飲んでないは BL ね。はい、小上康彦先生の、川崎の診療所閉院、寂しいけど新宿にいます。まあね、どうしてもね、いい先生ってやっぱりね、さっきおっしゃってましたけどね、書き込みいただきましたけど、結構引き場が早いので、今のこの時代ね、あんまり拡大していく先生って珍しいかもしれないですね。そう、 PL は25年ぐらい前の薬ですよ。はい、もうかなり古いお薬です。ゾロがゾロゾロ出てきております。はい、ゾロ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 とね。で、まあ薬の効き目としてはおまじないですかね。漢方薬のおまじない的な、そう、余計なフロモックスいらぬ、感じたならぬから、そうだね。オリエルさんこんばんは。ね、セデスチーと似た雰囲気、そうだね。いやでも、ごめん、こういうこと言っちゃいけないのかもしれないけど、セデスチーの方がなんかまだいいんじゃねっていう。PL は、いいお薬だと思いますよ。ただ、私、まあほぼほぼね、感冒症状を起こした時に PL ってほぼ飲まないんです。使いもしませんし、でそうする、でもその方が治りいいんですよね。あと、まあとにかくね、キレがね、あんまりいい薬じゃないんでね。あ、本当に飲んだようなそうなんですね。あらら、あらら、頑張りました私。あ、ね、本当いつもありがとうございます。本当その通りです。薬は異物なんですよ。ね、俺なんか頑張ってたから。ね、ただね、俺ね、なんていうのかな、この私がね、こうさすがにリアルタイムでは見れないんですけども。朝の8時からね、10時まで2時間もなんとやっているですね、報道番組で、これ YouTube のね、報道番組で DHC テレビジョンがやっているですね、真相深入り虎ノ門ニュースというのがあるんですよ。で、まあこれはですね、非常にニュースを深掘りして非常に分かりやすく砕いてくれるんですね。ただ2時間が長いんだな、これがね。なので、だいたい 1.5 倍ぐらいのスピードで聞いてるんですけども、まあなかなかね、毎日違う方がね、ニュース切ってますので、まあそれぞれ専門がやはり違うんですよ。やっぱね、そういうところをね、こうもうちょっとね、やっぱり言論の方もやはりそうやってね、専門分野がこう分かれてくるわけですし、そういう、だからね、もうちょっとね、その専門家をちょっと、なんていうのかな、意見、現場のね、専門家の意見をね、自分たちは現場の言論人だと思うんで、ものすごくその辺に関しては詳しいと思うんですよね。だからご自身がやはり現場の言論人であったりとか、やはり小説とかね、作家さんであるので、やっぱりそういう意味でも、やっぱね、その僕らの気持ちを少し分かってほしいなっていうのはすごくありますよね。同じ、やはりその言ってみれば現場のプロじゃないですか。言ってみれば末端のプロなんですよね。で、そういう意味で、なんか気持ちがなんで共有できないのかなっていうのは、ちょっとすごく悲しいなとは思いましたね。
はい、すいません、コメントちょっとね、追いつかなかったです、すいません。本当薬物です。補聴器しながら、聴診適当な近畿の、高齢医師もすぐに抗菌剤を出す。どうしてもね、高齢のね先生ってね、抗菌剤がね、あれですからね、守り神ですからね。あ、ゆりさんこんばんは。はい、あかれさんこんばんは。薬は異物挿入全くです。エクソハブウェイ本当にクソ。まあね、いよいよそろそろファーウェイの端末のですね、サーバーアクセスがですね、結構こう、公的な機関ですかね、公的な機関とか大手企業でとうとう切断が始まるようですので、まあちょっとね、ファーウェイ製品とか使われている方はちょっと注意した方がいいと思います。なんだろう、こうホームページとか見に行くのは全然問題ないらしいんですけども、例えばその、企業メールであるとかメールとかね、あと個人情報がこうがっつり入ってるようなものにはね、こう入ってけなくなるようです、今後ね。Android がね、やはりサポートが最初はね、今サービスしている機種はね継続するのかなと思ってたんですけども、今発売している機種に関してもですね、 Android の更新停止するみたいですね。なんで、まあ要するにもう Google 側がまあチャイナ企業に対して、特にファーウェイに関しては、Android のアップデートバージョンをですね出さないようなんですね。なのでまあファーウェイ端末が全体的にこう、まあ、ファーウェイが独自のね OS を開発しない限りは難しくなってくるのかなという感じがしております。はい、ね、だからまあちょっとねこれ気づきにくいところでわからないのが、例えばファーウェイで出している、無線 Wi-Fi ルーター、ポータブル Wi-Fi ルーターね、あれの中身に、Android が入ってるのがあるらしいんですね。ちょっと私もちょっと機種までは把握していないんですけれども、あれがちょっとまずいことになりそうですね。Wi-Fi がこう、うまくその中身のプログラム更新がうまくいかないと、接続のこうね、状態がうまくいかなかったりとか、いろいろあるみたいですね。まあ、爆発はしないですけどね。そう、特ダネを見るのはそんなんね、面白いね、来ましたね、はい、ということなんですけれども、まあねもうちょっとこうすね、なんていうのかな、正直言って同じようなこうなんていうのかな、まあ末端の現場でこうしっかりとこうね発信をしている立場にあるから、なんかこう理解してほしいなっていうのと、まあタイムラインを見てるとまあね、好きなこと書いてるね。何でしたっけ、尖閣の船の時にほら、尖閣で中国船がね衝突してきた時にリークを出した方、一色さんって方がいらっしゃいますよね。で、あの方なんかもね、こうまあはっきり言っちゃうと、この感染症に関しては全然専門じゃない、ただ中国ね、チャイナのことに関してはおそらくよくご存知だと、でそういう立場でね発言されてるんですけども、まあ、厚労省が今回に関してね、その知ってる情報を出さないって言うんですけれども、じゃあ全部出したところで一般民が理解できるかって言ったら、それは無理なんですよ。全部出したところで煽るのは不安だけなんですね。じゃあそんなことを出すよりも、じゃあどうしたら感染を防ぐことができるかってことを啓蒙一生懸命してるのに、そこじゃなくて何か隠してるだろう、何か隠してるだろうって、何か隠してるんじゃなくて言っても分かんねえだろうっていうことを、なんていうのかな、砕いて言ってる、伝えてるわけですよ。で要するに、いろいろね言ってみる、そのうんちく言ってもしょうがないんで、じゃあその結論的に今何をすべきか、どうしたらいいかね、まあそのね、ワクチンのない感染症の、拡散を防ぐには今何をするべきか、どうするべきかっていうのをしっかり言ってるんですよね。
で、やっぱりその厚労省の発表を、要するにね、6800度ぐらいぐわーっと曲げて報道してるのがマスコミなわけですよ。ね、そう。ね、そう、R 先生にね、反論できるデマヤは怖いというか、バカですね。うん。なんていうのかな。R 先生って結構なんていうのかな。私思うんですけど、だから百田さんみたいなああいう言論的に影響のある人に対してはきちんとした言葉遣いでこうお話をお返ししてると思うんですよね。でやはりだから本当にもうだから低レベルなデマの人に対してはまあちょっともういい加減にせいや的なね、うん、おそらく年齢的には私よりもかなりお若い方なんですけども、まあ、そういうところはこうきちんとこうマナーわきまえてらっしゃるなっていうのは私は正直言っていつも見ててね、おうおうおうと思いますよ。うん、あ、クラッカーありがとうございます。はいね、うん、そう、あ、すぐ言われたお薬だけ出すおじいちゃんや、うん、薬剤師で十分、うん、薬局行って薬剤師さんにこんな症状なんですけどどうですかねっていう方がまだ安心かもしれないね、うん、最近に薬剤師さんは素晴らしいよ、勉強してて、うん、ね、新型肺炎も桜の会から国民の目をというやつらはもはや論外。まあバカだから言わしときゃいいんですけどね。もうしょうがないですよね。こう脳みそトロトロに溶けちゃってますから。ね、やっぱまあそこまで脳みそも溶けちゃってるとね、こうとりあえず耳からただれてきたのを掃除機で吸い取ってあげてね、で、まあ、掃除機って大体の掃除機水吸えませんからね、ちょっと掃除機壊れていただいて、あ、俺壊れてたんだってちょっと気づいていただくとかね、まあ、そんな方法しかないですかね。はい、あ、はい、シングル悟空さんこんばんはです。あ、はい、本当にこんにちは、ありがとうございます。27分お知らせありがとうございます。でね、まあだからそういうのもあるので、まあちょっとね、もうちょっと現場の専門家信用してよっていうね、そんなだって不安を煽るようなこと言ったってしょうがないし、実際ね、冷静に考えてくださいね。インフルエンザで、今罹患されてる方、ね、というかな、まあ、確かに発生したね、日付が12月の末です。だからそんなにね、まだ患者が増えないって思うかもしれないですけど、インフルエンザだったらこんなもんじゃないですよ。患者の感染率であるとか、でもインフルエンザのその要するに感染に関しては騒がないじゃないですか。で予防接種あるのに、予防接種の受診率がだいたい 50% いってないんですよ、今年に関してはね。でまあそんな中でね、何言ってんのお前らっていうのが私の正直なところ。だいいですよ、まあインフルエンザもね、コロナウイルスも正直言ってきちんとその手洗いを徹底していただいてね、まあそれからまあ補助的にマスクをしていただく、ね、で手洗いもねきちんとそのまあ、厚労省がね推奨している方法であるとか、まあ各学会が推奨している方法とかね、まあ、それから花王さんとかね、お願いってね、子供向けにね、あんな分かりやすいの作ってるわけですよ。であんな子供でもできる手洗いがね、大人になってできないっていうのは、これまずいなって私思うわけですよ。子供の頃に覚えたことできない大人って本当はいかんと思いますよ。トイレに行ってね、こう蛇口のとこでこうトイレのチャッチャッチャッって水つけて出てくるって、何をしてるんだいって感じですね。なんかの儀式ですかって感じですね。トイレに行って水道の蛇口でこうね水ちょっとだけ出して指先チャッチャッチャッてつけて、なんかの儀式なんですかねあれね。ちょっとお祈りみたいなね。あれで少なくても手を洗ってるというふうにはならないですね。ね、本当ね。1にも2にも安倍は笑える。本当バカだよね。はい。ね、今日は斜め上を行く炎上を見かけた一方で、峰先生の連載が始まったり、
ね、そうですね。やっぱ峰先生はね、やっぱあのね、良くも悪くもね、あの国内に今いらっしゃらない先生じゃないですか。だから非常にね、こうなんていうのかな、俯瞰した目で冷静に発信をしていただけるので、ものすごくこう良いなっていうふうに私は思っております。しかもね、こうまいんですね、やはりね、この文章のこの構成の仕方とかがもう及びじゃないですよ、私なんてね。ね、狂犬病の人の脳ってどうなってるの？まあ普通の脳みそですよ。昔、薬理学を教えていただいた薬剤師さんは小面だったので、薬剤師さんと呼ばれてた。なんか面白いですね、それね。今度使わせていただきます。はい、ね、スポンジバブ、スポンジボブね、なんかね、まさかと思いますが、この安倍総理の人工台風や、その話ね、一応読みますよ。はい、林、まさかと思いますが、この安倍総理の人工台風や北朝鮮のミサイル発射指示、感染症、沈黙異様とはあなたの想像上の存在に過ぎないのではないでしょうか。もしそうだとすれば、あなた自身が統合失調症であることはほぼ間違いないと思います。バカらしくて何なコメントする気もない。ね、本当ね、はい、まあね、そんな感じです。だからあのね、もうちょっとね、その感染症制御に関してはね、もうちょっとね、現場の現場のね、こうなんていうのかな、話もうちょっと聞いてほしいな。だから風疹とかはしかですらね、感染制御できてないんですよ。何年言ってんのよ。だってはしか、風疹ね、風疹がだからね、パンデミックを起こしてさ、風疹症候群のお子さんが42人も生まれてるんですよ。少なくても我が国という国はですね、先進国の仲間なわけですよ。ところがその予防医学に関してはスーパー後進国だと思うんですよね。大体そのね、先天性風疹症候群のお子さんが42人も出てきて大騒ぎにならないのがもうおかしい。ね、医療者でなくてもね、昔のだからお姉さんたちですよね、今のお弟子にですから70代ね、80代、まあうちの母の世代でございますよ。風疹は本当に怖いっていうのは言ってましたよ。別に医療従事者でも何でもないけど、誰でも知ってましたよ。それがなんで今知らないんですかね、皆さん。本当に私は理解できない。で、特にその男性からね、まだ妊娠が分かってないね、分かるか分からないかの初期の妊婦さんにね、風疹が移ってしまった時にね、起きる風疹症候群の可能性の高さっていうのがあるわけじゃないですか。まあそんなこともよく知らないで、まあね、と思いますよ、正直言って。そういうね、なんていうのかな、その物事に対する関心のなさとか、何が大事だとか、そういうのすごいもったいないなと思いますよね。周りに興味を持たないってことは、それはあんたの勝手ですけれども、ただ残念ながら年を老いていくにあたってね、まあ、私なんかも下手すると来年杖ついてね、もしかしたらね、次はもうあれですからコルセット入ってる可能性ありますけどね。まあ、そのぐらい、まあもう年をとはり、こう私がもう、もし何かの時ですよ、何かの時にね、こうこけた時はですね、いや、お世話になるね、やっぱ若い方の払っていただいている年金なんですよね。だ、そういうのを考えた時に、やっぱりこう全てね、社会の仕組みっていうのはお互い様なわけですよね。で、その予防接種にしたってね、その風疹であるとかはしかであるとか、いわゆる公費負担で、接種される方には負担がかからないようになっている予防接種っていうのは非常に重要なんですよね。重要だから
その税金を投じてまで公費を使って予防接種をですね徹底しているにもかかわらず、それを受けないね、ワクチンは体に毒だとかって、まあ、頭おかしいから一回もう本当もうな、本当もう一回もう見てもらえって話ですよ。本当に私に言わせればね、いやお父さんセクシーじゃないですよ。はいね、100年後まで来ないからね、それはそうだけどさ、だけどせ、少なくても考えがおかしいからね。例えばその健康保険にしたってね、病気になったら健康保険使って病院に行こうじゃなくて、その前にやることが病気にならないようにするためにはどうしたらいいんだってことがまず一番大事なわけですよ。それがどうして考えられないのかっていうのは、やっぱりこの健康保険制度の弊害、あまりにその健康保険を使って受診できる金額が安いからいないですよね。だって例えばね、米国みたいにね、入っている医療保険によって診療内容を変えられるとか若くにないですから、そういうことはね。はい、で言うてワクチンの、そうですね、背置きの我が輩とおります。まだ打ってね、行きましょうね。そう、薬イコール毒、抵抗や免疫につながる。こんばんは、かかこんばんはです。お父さん、年寄りとかおじいちゃんになっちゃうから目だよ。年寄りとか言うとおじいちゃん、大丈夫だよ、ね。言う口で言ってるけどあれだから、心は18歳やから安心してくれ。ね、風疹のみならず、マシンでもそうですね、罹患者が減ってワクチンなんか不要でしょうと言い出すのは日本だけではない、だけでないので、日本のみを予防接種後進国と生きるのは少しおかしいかな。まあね、実際ありました、イタリアでもありました、フランスでもありましたね。だから、まあ、アメリカでもありましたよね、そのユダヤのね、ありましたんで。ただ一つ違うところがあるんです。ワクチンが不要じゃなくて、我が国の反ワクチンの方々というのは、ワクチンもう流行ってないからいらないよねじゃなくて、ワクチンが有害だって言い出すんですよ、ね、でワクチンは劇薬だって言い出すんですね。当たり前じゃないですか、ワクチン劇薬に決まってるじゃないか、薬なんですから、ね、なんか面白いこと言う人いるんですよ、ね、だからやっぱその辺がね、ちょっとこうなんていうのかな、頭のネジがぶっ飛んじゃってるのかなってな、私はちょっと正直と思ってますね。セクシーと卑猥ならどっちだお父さん。そうだね、セクシーではない、もう来ないよって、いや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 ね、そうそうそう、まあね、どこにでもアホはおるんやなと、まあね、もうね、検体検査を半額にしろボケと、まあ確かにねっていうか、それはかか言いたいことはわかる。予防接種をするのってさ、抗体検査の値段を考えた時にさ、うーんってなるんだよね。いや私もだからね、それはね、まあ、今ちょっとね、そのワクチンのちょっと供給量の問題があるので、まあ一概にね、もういきなり打っちゃった方がいいよってちょっと言いたいけど言えないところはあるんです。ただね、本音言っちゃうとね、打っちゃった方がいいんだよね、今のこの要するに点数配分だったらね、要するにきちんと抗体価があるかどうかを確認する、いわゆる、金額とね、それからワクチンをもうボンと打ってしまう金額考えたらね、打っちゃった方がねって思うんだけど、ただやっぱこれを言っちゃうとね、ワクチンの製造が追いつかなくなるよって怒られちゃうので、まああえて言ってないだけですね。メロンパタさんこんばんは。ああ、いえ、全然出遅れてないですよ。はい、肺炎の関連ツイートで、中国人が大量に日本の健康保険にたどりするために押し寄せるというのもデマです。そうですね、それはないです。
まず日本に観光で来られる方っていうのは日本の健康保険持てませんからね。就労して初めて、あと居住して初めてですからね、うん、観光で来る方は、うん、無理です。はい、あ、亀さんこんばんは、お茶ありがとうございます。はい、高校で、追加接種年代だよマシン、うん、あのね、ご高さんの時はそうよ、うん、ね、はい、あれだ、今だからだから50代、50歳前後の方から、まあ、30歳ぐらいまでの男性、それから女性、ごめんね、ちょっと正確なちょっと生年月日出ないんで、すいません、ネットで引いてください。まあ、そこに当てはまる方というのは、そもそも予防接種を受ける機会がなかった方々なんですね。ですから、当然にして、その抗体がね、出来上がるチャンスが非常に薄かったというのがあるので、予防接種を徹底していただきたいと。で、今回ね、流行しているコロナウイルスね、まあ実はもう 7型目なんですけど、まあ、コロナウイルスの感染症、それからインフルエンザよりはるかに感染力強いんですよ、実は風疹とかはしかというのはね、うん、で、ちょっとその辺がね、分かっていただきたい。で、感染力は強いんですけども、ワクチンを使うことで高い確率でインフルエンザのワクチンよりも高い成績で病気を予防することができるのが、風疹、それからはしか、水疱瘡、そういった破傷風とかそういった疾患なんですね。そう、ワクチンは有害じゃないです。劇薬って書いてあるのは当たり前です。だってあれですもん、ウイルスとか菌を弱毒化させたものなんですから、例えば核抜いてるとかね、弱い状態にしてあるとかね、それは劇薬って書くでしょ。だって例えばね、ボツリヌス菌を使ったお薬でボトックスっていうね、お注射をするのがあります。それだってね、当然劇薬って書かれてますから。でも劇薬って書かれてるからって言って別にそれをね、ちゃんとその適正な場所に打ったからってそれが劇薬だから危ないっていう人いないと思うんですよ。だから何を言ってるのかなと思うんですけどね。エスパダールの液体はそうですよ。だから劇薬扱いっていっぱいありますよ、お薬の中で。ね、ワクチンは有害だと言ってフェイクフィールドのあれを持ち出すのは世界中にいますが、そうそう、だから何でしたっけ、イタリアの政権取ったじゃないですか、あれもそうですしね。ただね、ちょっと違うんですよね、日本のその我が国の、こうね、バックボーンが違うんですよね。これは医療者的に見てると分かりにくいところですね。やっぱりこう、お母さん方とかそういうところからこう話を聞いてると、ちょっとね、リズムが違う、なんでこうなんていうのかな、バックボーンが違ってこういう結果が生まれてるっていうのはヒアリングできますね。なんていうのかな、そもそもやはりね、情報を受け身で取るってことは非常に上手なんですね、私どもってね、我が国民は。ただ自分から情報を取りに行ってこう精査するっていう、いわゆる正しい情報と間違えた情報を精査するってことに関してはものすごく個人差があるんですね、というところはありますね。明日来ないうちに体を送っちゃうぞそう、抗体あったらワクチンいらん、そう思うんですよ。排卵日検査薬、あ、クラッカーありがとうございます。今のね、値段相場だとワクチンよりとりあえず打っといた方が圧倒的に安い。そう、これバランス悪い、そこなんですよ。だからだってね、患者のことを考えたら、だってね、お財布痛むのは
ぱりね、自費ですから結局、保険ここ関係なくなっちゃいますじゃないですか、健康保険がね、だからだったら売っちゃったらってなりますよね、いや生でしちゃうとかそういう話じゃなくてね、はい、デマ好きですよね本当ね、まあデマっていうかね、みんなね素直なんです、みんな素直で、先に入ってきた情報を後から入ってきた情報で、いわゆるですね上書きすることが非常にですねなんか難しいらしいんですね、だからよくその歴史の教科書でも学校で教わった歴史ってかなりこうコントロールされているじゃないですか、でまあそういう部分でなんでこれコントロールされてるんだろうってことを考えて突き詰めに行った時に、まあそれを調べに行くのが学者であるとか、まあ私みたいにその最初の大学で国際関係論とか政治経済とか勉強した時に見に行くわけですよ。でそういう要するに人たちの言ってみれば調べてきたことに対して、いやそんなことは学校で教えてないよ、日本が悪いんだよっていうふうに教えて、なんていうのかな、もう後から入ってきたきちんとその精査して調べてきたものに対しては上書きされないっていうのがね、非常に、よく言うと最初の入り口は柔軟だけど後から書き換えっていうのはものすごく個人差がありますね、我が国民はね、ヤックスでセックス、抗体検査ねありきであればね、ワクチンの生産量も一定、そうなんですよ、それかおっしゃる通り、抗体検査がねもうちょい値段がね下がってくれるとね、ワクチンの生産量も一定でいけるんですよ。なんでかというと抗体検査をもっとね、もっとその要するに安価でやっていくことでワクチンの供給量をかなり減らすことができるんで安定できるんですよね。要するに無駄なワクチンね、例えばその使用期限が来て廃棄するようなワクチンを作るってことはなくなりますよね。なるほどね、そっか、あります、はい、結構ね劇薬って書いてある薬剤は多いのですよって、そうですよね、まあ薬局お勤めでしょうからね、まあお分かりになると思いますけど、劇薬って書いてある薬は結構それもなのっていうのもありますよ、薬とはうまく付き合いましょう、またその通りですね、そうアホな発信ってあったかも、自分が一時ソース的な書き方はしてるけど、なんか腐れ十字ぐらいのまた聞きでしか、まあね、そう思いますよ、自分で調べて精査するのって結構時間かかりますよ、あと基礎知識必要ですね、マイスリーは大丈夫じゃない、そうね、劇薬より劇薬なのに扱いが雑な民間洗剤、やそうだね、さすがっすね、そこに気づきましたね、そう、あ、劇薬の定義を知らない人多いと思います、おっしゃる通りですね、劇薬って今ねちょっとその前に書き込みいただきましたけれども、劇薬より劇薬なのに扱いが雑な民間の洗剤、劇薬です、実際洗剤で死ねますからね、洗剤飲んだりとか、大変なことになりますからね、いわゆる医薬品の劇薬よりよっぽど危険な洗剤ってその辺にたくさんありますよ、おそらくですね今いらっしゃるところから半径1キロ以内には多分うようよあると思います、はい、ね、ということでね、最近ね石鹸を自作する、何使う薬品が劇薬で手に入りにくい、入りにくいじゃないですか、ああそうね、まあ何でも結構今ね、なんだろうな、大してそんなね、まあなんていうのかな、扱いを間違えなければ劇薬じゃないものでも劇薬って書いてるけど、まあもちろんそれはね危険だからそうしてるんだけどね、手に入りにくくなってますよね、なぜハマクチンをするのか、それはね、あれです、知識が浅はかだからです、要するに自分の興味のないことは興味がないで生きてきた人たちが
新しいものを自分から取りに行こうという意思を持とうとしません。だから当然外から入ってくる情報だけを信じ込みますから、自分から正確な情報を取りに行こうという気がないんですね。だから当然反ワクチンというのは生まれてきますよね。だから、無関心が一番最大の罪って私が言ってるのはこれですね、うん、だから反ワクチンがどうして生まれるかっていうのは無関心です、うん、要するにまだ関心がある方がいいんですよ、うん、反ワクチンの方でもまだ関心がある方の方がこういわゆるひっくり返しようがあるんですね。きちんとその根拠を説明してあげると意外と理解してもらえることがあるんですけれども、一番大問題なのは要するに物事に対して興味関心がなくて、ワクチンってなんか劇薬で体に悪いみたいなんだよって言って、その情報を何の科学的エビデンスも知らずにスッと入ってきて、ね、それを信じ込んで、もう言ってみるあれですよ、信者みたいになってるわけですね、こうね、そこにこう正しい情報科学的エビデンスを持ってきても、その人もともとは聞く耳何にもないんで、自分の興味のないことにはとことん興味がないってことで押し通して生きてきているので、まあ、そういう人には何言っても無駄ですね。だからもうそういう人っていうのは結局ね、無関心の先にあることは自分が苦しむんですよ、うん、知識の、欠如というのは一番苦しくなるのは自分ですからね、うん、そう、だからどんなことにも興味を持って、まあそのなんていうのかな、自分のできる範囲で深掘りしていろいろなことを知っていく、でそれが今すぐ役に立たないことであってもこの先役に立っていくっていうのはね、これはねもうね生きていくためのですね、本当にいろはにほへとのいろはの意にもなるところですね。そうな、OH な激アそうだねNAOH な激アそうだな、うん、リス、まあね、リスパダル、はいはいはいね。うん。私も入らないし、わかりません、それは。してると思いますけどね。うん。あとは、はい。ニキビ潰すのって楽しくないです。うん、あと残るんでやめましょう。はい。飲むんですね。はい。そうですね。不眠症に使われたりとかですね。はい。ミステリアスな印象。ヒワイトエラブならセクシーなのかなと。いや、なことはないです。うん。まあね、好きな人なら、まあ、ね、なんかや、こうでさえですね。まあ、処方必要な時点で激薬。そうなんですよね。劇薬って書いてある書いてないとかじゃなくて、そもそも薬品である時点で、医者が処方して薬剤師がこう出すわけですから、そこでダブルチェックかけてるわけですから、まあもうそこであれなんですよ、劇薬してうんぬんとかの問題じゃなくて使い方間違えるとまずい薬なんですよ、うん、ね、はい、というのがありますね。あ、53分ですね、はい。もうまあいいや、はい、ね、ワイはカビキラー、飲めない、飲まない、飲みませんね。普通に考えれば分かりますけど、何でもね、自分の周囲の周りの物事に興味がない人っていうのは平気でカビキラーは混ぜますからね。混ぜるな危険って書いてある意味がまず分からないですからね。うん、ね、塩素系と酸素系なんで混ぜたらいけないので、まあ、そこから入っちゃいますからね。そう、うん、塩素最強ですから、本当にいろんな意味でね。そう、入った、ハイターが入ったやね、はい、面白くないですね。ちょっとサンポールとハイターやめなってやめてください、ね。うん、そう、ハイターとあれを混ぜるとやめましょう。はい、みんなで消えるからやめましょう。はい、まあ飲んでしまうアホは、レジェンドでいいんじゃないか、知らんわ。うんうんうん、まあね。うん、無糖ハップ、ほうほう、ね、スキンヘッドは違うだろうって。まあいやいやいや、はい、タイムカウンターの予約できる方よろしくお願いします。最後に戻ります。ありがとうございました。大丈夫ですよ、はい。ね、でもそうか、なんかすごい今中途半端な時間ですね、はい。すごいなんか、はい、なるほど、うん、そうなんですよ。だからね、無知は罪です。で、無知は人を巻き込みます。そして自分も困ります。
だから無知は罪ですよ、はっきり言いますけど。自分の興味関心あることだけで生きていけたら、人間みんなうまくいきますからね。それだけでうまく生きていけないですからね、絶対に無理ですから。5000% ぐらい無理だって言い切れますよ、それ。自分の要するに興味あることだけで生きていくね、興味ないことはとことん、まあ頭に入れないって生き方ができる、そんな生き方は 5000% できないって言い切りますよ、私。塩の液体、生き飲みが一番体に、まあね、死に近いね、確かにね。で、人間の体はね、確かに塩分で構成されてますけど、その塩をね、非常に濃い状態で飲むとですね、死に近いですからね。はい。ね、そう、勉強は学校だけじゃないんだよね。勉強、学校でやる勉強っていうのは、社会に出てから勉強するための、私は予行練習じゃないかなと思ってますよ。もちろん学校で学んだことの知識っていうのはもちろん社会で生きてきますけれども、そうじゃなくて学校で学んだこともこれから先社会で生きていくのに必要ですけれども、ね、もちろん基礎ですから必要なんですけども、社会で時代が変化していく中でどんどん新しいことを学んでいかなきゃいけない中でのベースになるので、まずそこで学ぶ方法を習得できなかった人間がその先時代に対応して生きていくことは不可能です。これも私言い切っちゃいますね。自然界から死がほとんどないんだから、無知から、の死は自然のバランスと言える。いわば、あれな、やからは、息引き取ればいいし、浄化の一部。まあね。なんかね、なんでそういうふうに言いたいけど、なんかやっぱそれってすごいこうちょっと劇薬的な言葉かなと思うんですよね。やっぱりほら、私最近思うんですよ。百田直樹さんのおっしゃってることってものすごく口も悪いし言葉も悪いし、ものすごく生理的に無理だっていう人多いと思うんです、特に女性の方はね。だけれども私ツイートにもしましたけど、あの方のおっしゃってることって間違ってること一個もないですよ、ほとんど、口が悪いだけでね。だから私がちょっと最近思うのは、どんなにこう、正しいことを言っててもやっぱり言い方間違えると、これ半分の人にしか伝わらないんだなということを、思ってまして、やはりその言葉の使い方であるとか、その物の伝え方というのはものすごく考えて緻密に工夫しないとこれは人には伝わらないんだなという思ってますね。だからそれがやっぱり話術だったりとか、やっぱり文学力だったりとか、その、そういうことが非常に必要になってくるんだなって最近思ってますね。無人殿下に投与された血清を、使いたくないこの日国民が、よくわかんないな、何それかわいい人間じゃない、分法したら普通に薬なんてのもあります。ありますありますあります、いっぱいありますよ、そういうの、ね、はい、58分間おー来ましたね、はい、ということですね。はーい、ね、ほいほいほい、あ、ね、そう、婚姻届じゃなくて離婚届もらうか、ガオかい、ね、離婚は私取り扱う先生に任せて先受け、意味わからん、そう、先生立場的に言えないんで俺は言います。百田先生は好きだけど劇薬すぎる。そうなのそうなの、あのねそこなんだよね、すっげえ俺ほんとね、もったいないと思う。今日本読んでたんですよ、百田先生のね、偽善者たちへって本読んでてね、ものすごいもう笑っちゃうしうなずけることばっかりだったんですよ。ただどうしてこの人はこれだけ頭が良くてこれだけ素晴らしい作品を書いても、僕も百田先生の作品でも結構感動してますからね、普通のあれですよ、フォルティナの瞳とか永遠のゼロとかでものすごい感動させていただいているのに、どうしてこの人はこういうツイートをするかなって、もうちょっとと思うね、はいって感じです。はい、59分37秒ですね、はい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 ね、
はい、ということでね、はいはいはい、ね、本当残念だった、もったいないよね、正直言ってね、はい、で海と激悪なんてのもありましたね、あ、巨大なあれね、うん、また来てくださいね、はい、59本知らせありがとうございます、そうだね、百田先生は本当ね、ツイッターバカッターだよね、だっていい作品書くんだよ。小説とかもほんといいの書いてんだよねって60分過ぎちゃった。はい。ということでね、お疲れ様でございました。ね。まあね、そうですね。ある意味それを含めてね、寛容できるね。そうですね。うん。お見慣れということですよね。まあ、でもちょっとあれは、あれはちょっと私もね、どうかと思うよ。正直言うけど。うん。俺、百田先生の作品は本当に好きだけど、百田先生の言論本とか、あの、火曜日の虎ノ門ニュースのあの口の悪さはちょっとどうにかならんのかっていつも思ってますよね。うん。ということでね、はい。ね、猛攻にオキシドル30分つけたらなと思う。なるほどね。はい。ということでね、終了させていただきたいと思います。すいません。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。すいません。YouTube で、お聞きご覧いただいている方はですね、チャンネル登録の方もできましたらよろしくお願いいたします。すいません。YouTube ですね、私今が現場をですね、投げてないので、編集できないと思うんで、多分、アップデート遅れてると思いますので、すいません。よろしくお願いいたします。いや、もう来ないって来てよ。ね。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。では、おやすみなさい。ありがとうございます。